どうも皆さん、パーソナリティの工藤です。工藤's Radio第23回目の放送です。皆さん、最近運動されてますか？コロナで家にいることが多くなって、ついつい食べてしまって太ってしまった方いるんじゃないでしょうか。また現在絶賛開催中の東京オリンピックを見て触発されて運動を始めた方もいるんじゃないでしょうか。実は私も最近トレーニングを始めました。トレーニングを始めた理由はいくつかあって、さっき言ったように少し太ってきたとか、オリンピック選手の体がすごいかっこよかった、あと健康目的などなど、いろんな理由からトレーニングを始めたわけでございます。なので今回は私がやっているトレーニングの内容と、軽くね、私の運動経歴について話そうと思います。同じようにトレーニングに取り組んでいる方とつながれたらいいなと思っております。また私は体育会系の大学を出ているわけでも、運動トレーナーなどの経験があるわけでもありません。もっとこうした方がいいとか、そのやり方は間違っているといった意見があれば教えていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。本日もよろしくお願いします。クローズレイリオ。この番組はフリー BGM、 ムズムズ、ドーバシンドローム、声フォントスタジオの提供でお送りします。改めましてパーソナリティの工藤です。まず私の運動経歴についてお話ししようと思います。皆さん、私のことを運動できる人間だと思いますか？それとも全然運動できない人間だと思いますか？この工藤's Radio をこれまでね、聞いたり見たりしてくれた方が私にどういった印象を持っているかっていうのはちょっと分かりませんけど、私は一般人の方と比べたら運動はできる方だと思ってます。なんかね、自分で自分のことを運動できる人間だっていうのをちょっと恥ずかしいんですけど、別に自慢がしたいわけではなくて、小さい頃から勉強も運動もそれなりにできた方で、小学校や中学校など学生時代の体育の評価は5以外は取ったことがありません。部活動も運動部でしたし、体育の授業は毎回楽しみにしてたくらいでした。では具体的にどんな運動をしてたかというと、小学校時代は空手と野球をやってました。小学校の頃に少しね、いじめのようなものを受けていて、親に相談したら、お前が弱いからダメなんだっていうふうにちょっと言われまして、地元の道場で空手を始めました。また小学校4年生くらいだったと思うんですけど、野球部に所属し始めて、それなりに活躍したりもしてました。中学に入って空手はやめたんですけど、中学は部活動が必須だったんで、父親がテニスをやっていたこともあって軟式テニス部に所属してました。その部活がとにかくハードで、辞めたくなった時もたくさんありました。しかしおかげで地区大会で入賞して、青森県大会に出場したこともありました。また体育の授業で体力テストをやった時に A 評価をもらったりもしてました。今考えてもね、中学のテニスをやっていたあの頃が私の体力のピークだったような気がします。高校に入るとテニスをやめて、今度はバドミントン部に入りました。練習もまあまあハードだったんですけど、顧問の先生がかなりの放任主義の先生だったんで、サボるっていうことを覚えてしまって、あまり真面目に取り組んではいませんでした。なのでそれなりに運動はしていたんですけど、大した結果も残せずに引退するっていう感じでしたね。高校3年の時には防衛大学校と海上保安大学校を受験して、防衛大学校は合格、海上保安大学校は
補欠合格という結果になりました。ちなみに防衛大学校は健康であれば大丈夫なんですけど、海上保安大の方はがっつり体力テストっていうのがありました。その後なんやかんやあって1年間浪人して新潟の大学に入ることになるんですけど、その話についてはまた別の回でお話ししたいと思います。大学では体育の必須単位があったんで、バドミントンをやったり卓球をやったりはしましたが、それ以外には運動は全くしてませんでした。社会人になってからはほとんど運動をしなくなりましたね。強いて言うなら、クドーズレディオの第16回と第17回で話したようにダイビングをやったり、実はまだ言ってないんですけど乗馬をやったりはしてました。ここまで聞いてくれた方はなんとなくわかるかとは思うんですけど、私は運動自体は別に苦手ではありません。体を動かすこと自体も嫌いではありません。ただめんどくさいことだったりきついことはあんまりしたくないんですよね。はい、というわけでここからが今回の本題です。私が最近取り組んでいるトレーニングについてお伝えします。私が最近取り組んでいるトレーニングは1日4分でできるヒッツトレーニングです。ヒッツについてはおそらくね、知っている人も多いんじゃないかなと思うんですけど、一応説明しておきます。ヒッツとはハイインテンシティインターバルトレーニングの略で、日本語で言うと高強度インターバルトレーニングです。まあ、あんまりね日本語に訳す意味ないですね。負荷の高い運動と少しの休憩を繰り返すトレーニング法のことです。限界まで体を追い込んで常に脂肪が燃焼しやすい状態をキープすることで、体脂肪を減少させたり筋肉を増量させたりする効果があります。読み方に関してはヒートとかヒットとかヒッツとかいろいろあるんですけど、どれでもいいっていうことなんですかね。私はとりあえずヒッツっていうふうに読んでいきます。ヒッツのやり方は20秒間の運動と10秒間の休憩を8回繰り返すだけです。トータルで4分しかかからないので、めんどくさがり屋の私にとっては最高のトレーニングです。ただしかなりきついのがネックです。まあそこに関しては自分に試練を与えると思って頑張るしかないですね。またヒッツは自分で運動内容を決められるのもいいところですね。ただ私はめんどくさがり屋なんで、あれやこれやと運動メニューを考えること自体が面倒なんですよね。だって星の数ほどあるトレーニングメニューの中から自分に最適なメニューを組まないといけないんですよ。超めんどくさくないですか？それ自体が楽しいっていう人や、それを生業にしている人はいいかもしれないですけどね。なので私は黙ってバーピーをやってます。バーピーの細かいやり方やメリットに関してはご自身で調べてほしいんですけど、気が向いたらね、クドーズレディオでも配信してみようかなというふうには思ってます。まあ、簡単に言うとバーピーをやると全身をくまなく鍛えることができます。めんどくさがり屋の私にとっては最高のトレーニングですね。もうね、バーピーだけやれば全身を鍛えられるわけですからね。ここまでの話をまとめると、私が最近やっているトレーニングは1日4分のヒッツトレーニングをバーピーでやるです。もっとね、簡単に言えば1日4分間ひたすらバーピーしてるってことです。もうね、自分はバーピーしかできないロボットになったつもりでやってます。そこに一切の感情は必要ありません。以上、私が最近取り組んでいるトレーニング、バーピーヒッツと運動経歴についてでした。それではここで一曲お聴きください。アトリエレディーバードフィーチャリング杉山さんで
朝焼けの奇跡。バードフィーチャリング杉山さんで朝焼けの奇跡でした。クドーズレイディオエンディングのお時間です。クドーズレイディオでは皆様からのお便りを大募集しております。意見、感想、質問、アドバイス、何でもいいので送っていただけると嬉しいです。
今回の放送いかがだったでしょうか。今回は私が最近取り組んでいるトレーニングバーピーヒッツと運動経歴について話してみました。もしかしたらもっと他のトレーニングもやった方がいいっていう意見もあるかもしれないですね。ただ短期間で思いっきり鍛えるっていうよりは、少しでもいいから毎日継続してコツコツやっていくことの方が大事ですよね。継続するコツはできる限りハードルを低くすることですから、変に他のトレーニングをやろうとするよりもひたすら同じことをやる方が絶対にいいです。なので私は毎日4分間だけひたすらバーピーをやります。はい、というわけで本日の放送はここまで。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。お相手は工藤でした。バイバイ。工藤ズレイディオ。この番組はフリー BGM ムズムズドーバシンドローム声フォントスタジオの提供でお送りしました。